グラディスと夫の聖騎に伯爵。1908年、グラディス・ムルア・バンダービルトは、アメリカ合衆国の富豪で、オランダ系のバンダービルト家の一員で、ハンガリー貴族の聖騎にラースロー伯爵の妻。アメリカの鉄道王、コーネリアス・バンダービルトの彦の一人。結婚後は、グラディス・聖騎にデシャール・バール・フェルシェビデークと呼ばれた。ニューヨーク・セントラル鉄道の総帥。 コーネリアス・バンダービルト2世と、その妻のアリス・クレイプール・グウィンの間の、第六子、末娘として生まれた。姉のガートルード・バンダービルト・ホイットニーは、ホイットニー美術館の創立者として知られる。ニューヨーク・マンハッタン・五番街にある本邸と、ロードアイランド州のニューポートにある一族の夏の、別邸ブレイカーズを行き来しながら育った。家庭教師による教育を受けた後、 ニューヨークの上級階級の娘たちが通うブレアリー校で学んだ。1908年1月27日にニューヨークにおいてハンガリー貴族の聖騎にラースロー伯爵と結婚した。夫はハンガリー国立図書館の創立者聖騎にフェレンツ伯爵の彦だった。当時、アメリカ人奥万長者の霊場とヨーロッパ人貴族の御像師との結婚は広く行われており、 グラディスの重視コンスエロ・バンダービルトも1895年にイギリス貴族の第9代マールバラ公爵と結婚していた。伯爵夫妻は5人の娘に恵まれた。長女のコルネリアはアメリカ人男性と結婚したものの、次女のアリスはハーディク・デフタク爵夫人、3女のグラディスは第15代ウィン・チェルシー伯爵夫人、4女のシルビアは サーパリでラソンバと伯爵夫人、五条のフェルディナンでは、エルツ伯爵夫人と、ほとんどが、ヨーロッパの名門貴族に嫁いだ。伯爵夫妻は、旅行を好み、ヨーロッパ中を旅して、果てはエジプトまで訪れた。こうした、旅行の中で、グラディスは、オーストリア・ハンガリー帝国の定位継承者、フランツ・フェルディナンと大公の妻、ホーエンベルク公爵夫人ゾフィーと親友になった。 グラディスは、夫と共に、フランツ・フェルディナント大公夫妻の居城であるトリエステのミラマーレ城の常連の品格となった。第一次世界大戦中、グラディスは、兵士の遺族救済基金の資金集めに奔走した。また、専門知識がないながらも、西部戦線で、ラザロ会所属の従軍看護婦として働いた。この時の功績により、大戦後に、フランス政府より、 ゲール十字勲章を授けられた。1938年に夫と死別した後は公的生活から引退し、1965年に心筋拘束によりワシントン DC で死去した。ありがとうございます。